10月31日にですね、あの、東京の京王線の車内でですね、男が刃物を振り回し、ライターオイルを巻いてですね、火をつけようとしたというですね、事件が起きました。あの、犯人の服装がですね、クリストファー・ノーラン版のバットマンに出てくるですね、まあ、あの、ジョーカーとですね、そっくりだったんですねえ。しかしですね、犯人の語る犯行の理由がですね、えー、これあの、 ノーランの映画ではなくてですね、ハリウッド映画、2年前のハリウッド映画、ジョーカーにですね、えー、ちょっと似すぎているという、ね、指摘がですね、いろんなところから出てます。友達とか、彼女がいない、恋人もいない、世の中の人から相手にされずに孤独に生きているというですね、関係弱者ですね。ひろゆきなんかその無敵の人って言ってるんですけど、そういう人たちがやけになって、まあ、テロまがいの事件を起こすという、 これはあの、現象は日本だけでなくてですね、実はこの映画が作られた1000あ2019年のですね、えー、当時からですね、アメリカを中心にちょっとね、世界中で起きてるんですね。えー、まあ、あの、ウィキペディアなの,のでインセル革命っていうですね、言葉をあの、ググってほしいんですけどもですね、インセル革命という、まあ、有名なフレーズを生み出したカナダのですね、自動車暴走テロがあるんですよ。これが2018年4月の出来事です。で、この自動車 テロのですね、犯人がですね、インスパイアを受けたと。俺はこの事件に影響を受けたという事件が、まあ、あのエリオット・ロジャーですね、カリフォルニアでのですね、大量虐殺犯なんですけども、この事件がですね、2014年の5月なんですよ。で、こういうですね、関係弱者ですね、無敵の人たちがなんでこんな事件を起こすのかですね。で、そのがですね、今なんで日本で飛び火して起きつつあるのかですね。えー、今回のですね、京王線ジョーカー事件に関しては、 割とあの語るべきこと多いと思います。